皆さんこんにちは、ミニガレージパラドックスの木崎でございます。今回も動画を見ていただきありがとうございます。よろしければ下のチャンネル登録ボタンもポチッとお願いいたします。さあ今日はですね、ちょっと店内から動画を撮っているわけなんですけども、今日ですね、どんな話をしようかなというところで、今ここがね、あのテレビショッピングみたいになってるんですが、これだけを見るとなんだということになるかもしれないんですけど、これですね、全部、シートベルトです。はい、今日はあのパラドックスの、まあ、サービスの一つでもあるこのカラーシートベルトについてですね、解説の動画というような形でお届けをしようかなと思っております。まあ、このね、カラーシートベルトの、サービスがどんなものかとかですね、まあ、どういうふうにして交換をしていくのという、まあ、詳しいお話も交えながらやっていこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いをいただければなというふうに思います。はい、ではですね、まずこのカラーシートベルトがどんなものかというところからお話をしていきたいなというふうに思います。はい、ではですね、まずこのカラーシートベルトって何なのというお話なんですけども、まあ、見てですね、あの分かる通り、シートベルトをですね、まあ、この中からこう好きな色に交換をしますよというようなサービスになっております。で、あのもちろんですね、これ全部車検対応になっていますので、あの交換をしたからといって車検を通らなくなるというようなことはありません。で、シートベルトのカラーは全部で32色、色があって、まあ、この中からですね、お好きなものを選んでいただいて、皆さんの車にこう取り付けをしていくというものになります。まあ、カラーシートベルトにですね、交換をする費用は、まあ、今ここにですね、出してあるわけなんですが、だいたい1本が、税込みで22,000円、まあ、2本だと38,280円ということで、あの同時に多くの本数を施工していただくと、まあ、お得になるようなですね、料金設定をしております。まあ、一番多いのはフロントの2本ですね、運転席と助手席を2本あの自分の好きな色に変えて、まあ、後ろ側はもうそのままでもいいかなというようなケースが一番多いです。どうやってこのカラーシートベルトに交換していくのかというところのですね、ご説明をさせていただくんですけど、こんな感じでですね、まあ、パラドックスの方にこの予備のシートベルトのユニットっていうものをご用意をしておりますので、まずあの電話なりご来店なりで、ご注文をいただいて、ご希望のカラーをお申し付けください。であのご注文いただいたらですね、まあ、パラドックスに保管してあるこういったシートベルトのユニットにまずお客様からのご注文のカラーの巻き替えをさせていただいて、で巻き替えが終わったらですね、ご来店いただいて、もうこのシートベルトのユニットごと付け替えを行うというような形にしております。なので交換にですね、かかる時間はだいたいフロント2本交換をしたとして2時間から2時間半くらいで終わるので、まあ、その日のうちにですね、もう交換して日帰りということも可能です。まあ、これはあのご来店をいただける場合ですね。で、あのどうしてもですね、遠方でご来店がちょっと難しいといった場合は、まあ、メールとか電話であのご注文していただいて、あの同じくですね、こういったあの在庫のユニットにご要望のカラーを巻き替えをさせていただきます。で、この巻き替えをしたユニットをお客様のご指定の住所に送って、まあ、この、まあ、お客様がご利用になるショップとかディーラーさんでこのユニットの付け替えをしてもらって、でお客様の車から外したユニットをパラドックスに送り返していただくというような形で、やりますので、この料金はですね、基本的には同じ料金ということになります。なので、まあ、これはですね、あのさっきのこの料金はシートベルトの巻き替えにかかる費用で、このユニットの取り替えについてはまた別途工賃が発生しますので、まあ、そこはですね、あの詳しくお問い合わせをいただければなと思います。まあ、取り替える場所とか本数によって工賃の方が多少異なりますので、まあ、これプラス工賃ということで思っていただくのがいいのかなというふうに思います。はい、ではですね、あの、まあ、このカラーシートベルトというサービスをパラドックスで始めた理由といいますか、まあ、あのどういったお客様にこういったまあ、カラーシートベルトがおすすめかというですね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思うんですけども、まあ、カラーシートベルトですね、まあ、始めた理由っていうのがですね、やっぱりあのミニあのボディカラーも含めてやっぱり色を楽しむというところはですね、非常に多い、まあ、色を楽しむというのがですね、一つミニの大きなこう魅力だというふうに思うんですが、シートベルトってやっぱり一般的にはこういうですね、あの黒色のものがあのほとんどだと思います。やっぱりあのここはですね、まあ、ミニだからということもあるんですが、まあ、シートベルトもこうカラフルに行こうよということで、こういったですね、カラーシートベルトというサービスをあの始めさせていただきました。
まあ、こういうふうにですね、色を楽しむというところも一つですね、大きな理由ではあるんですけども、もう一つは、まあ、シートベルトってこう車に乗ると必ず触る部分なので、どうしてもですね、あの年数が経つとこの擦れていったりとかですね、毛羽だったりっていうことで見た目があまり良くない状態になってくるという問題もあります。で、まあ、そういった時はですね、まあ、こういうふうに色を選んでいただくのもいいんですけども、なんかこうせっかく、ね、見に買ったからもっとこう新車っぽい雰囲気、あの綺麗にしていきたいなという方にもこう選んでいただけるようにということで、こう色の種類も、まあ、こうカラフルなものもあればこういった純正に近いものまでですね、あのいろいろご用意をさせていただいております。まあ、シートベルトですね、やっぱり年数が経ってくると、まあ、さっきの毛羽立つっていうところもそうなんですけど、あのだんだんですねこれがあの固くなっていくようなところがありまして、なので、まあ、そういったあの、まあ、車をですね、まあ、リフレッシュしてあげるという意味でもあの選んでいただけるようなサービスになっております。で、まあ、色の選び方はですね、やっぱり皆さんそれぞれ、ありますので、まあ、一番ですね多い、まあ、人気色でいくとやっぱりこの赤色がですね、この中で一番選ばれることが多いです。やっぱりあの一部の車、例えば限定車の GP とかは最初から赤色のシートベルトがついてますので、まあ、そこをですねこう真似て赤色がいいな、ジョンクーパーに乗ってる方はやっぱり赤色を選ばれること多いんですけども、あとはボディカラーに合わせるとか、ルーフのカラーに合わせる、もしくは内装で使っているこうポイントのカラーに合わせるっていうような形で選ばれるケースが非常に多いのかなというふうに思っております。まあ、パラノックスのデモカーも、まあ、今ですねあのカラーシートベルトをつけてるんですけども、まあ、それはですねルーフのカラーに合わせて、パープルをですね、選んでつけております。はい、であとですね、まあ、この交換ですね、このユニットの交換って自分でできるのっていうところなんですけど、正直ですねここの交換はあのハードル高いと思いますので、あの皆さんがいつも利用していただいているショップさんや、車の整備工場、もしくは、ディーラーさんとかにですねお願いをして、まあ、このユニットを外してもらう、まあ、つけてもらうというふうに、していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、あのパラドックスですね、どうしてもこうミニ屋さんという印象あるんですが、このカラーシートベルトのサービス自体はミニ以外の車でもお受けすることができますので、ただ費用はですねちょっと異なる場合があるんですが、その場合は事前にこう見せていただいたりとか、まあ、お問い合わせをいただければ、あの費用のご案内もさせていただきますので、やっぱせっかくなんでこうね、こう自分らしいカラーを皆さんにこう楽しんでいただければなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、パラドックスのサービスの一つであるカラーシートベルトのご紹介をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、シートベルトの色を変えるだけということではあるんですが、やっぱりあの毎日触る部分ですし、あの非常に目につく部分になりますので、あのこれをですね、あの、まあ、例えばフロント2本変えていただくだけでも車内の雰囲気がかなり変わってくると思いますし、あの誰が見てもですね、あ、なんか変わったなというのがですね伝わる、あのパーツの一つなんじゃないかなというふうに思っております。ご来店をですねいただければ、まあ、ここにですねこれ全部あのサンプルがありますので、このサンプルをですねこう自分の車のところに行って、こうあれがいいかな、これがいいかななんてこう合わせながらですね選んでいただくと、なんかこう服を選んでもらっているような雰囲気もですねこう楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。で、まあ、いろんなですねこうカラーがありますので、まあ、先ほども言った通りこうボディカラーに合わせるとか、こうアクセントカラーをにしていくとかですね、あの皆さんそれぞれのこうカラーコーディネートを楽しんでいただくのがいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、この動画面白かったらチャンネル登録と、高評価の方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただくと皆さんの素敵なミニが見つかるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。